はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフシです。信長の野望の創造ですね、続きプレイしていきましょう。現在もうさらにね、大名を絞られていきました。九州は島津、中国は毛利、四国が長宗我部で、近畿で今石田とそして徳川が戦ってます。で、まあ、関東は徳川ですね。こういう状況ですので、我々はですね、まず、この堀尾を平らげます。その後、前田も、食っちゃいたいと思います。そして、上杉、最上、伊達と食った後は、いよいよ徳川との決戦という流れに持っていきたいと思います。早速、続きを始めていきましょう。まずはですね、この辺りを一通りやっておきましょう。例によって、はですね、兵糧が足りませんので、行きましょう。ありがとうございました。ここは任せとけばいいかな。外交は、従属を望むのはどこですか？従属を望むのは、どこが従属を望んでるんでしょう？わからないですね、どこが従属を望んでいるのか。なのでこのままにします。で出陣しましょう。出陣できる拠点がないと。そんな冷たいこと言わないでよ。なるほど、そういうことか。そしたらこのまま浜松城に向かわせましょう。残りの2体はそのまま帰らせます。で、軍団の方に攻略の指示を出します。正幸も、急遽ですね、こっちの、前田攻めに加わってもらいましょう。我が戦お見せしましょう。捕獲した者は全員登用します。
場を始めます。報告いたします。開発は引き続き行っていきます。当家の従属を望む者ってどこよ。今徳川がえらい勢い伸ばしてるな。ちょっと早く福島正則打ちたいな。このままだとちょっとピンチですもんね。こんな小次郎さっさと落とせよ。北陸方面はどうなってる？ちょっと様子見だな。思うように進みませんね。武将の数がやっぱり圧倒的に足りない。敵が我が領内に向かっております。柏崎に攻めてきたか。2100ね。で、守備隊が少ないか。そしたら正幸を派遣しましょう。他行ける隊はないか。行ける隊がない。しょうがない。正幸を出しましょう。本当はね、前田攻めに使いたかった兵力なんですが、ここは柏崎城はね、落とされるわけには絶対にいきませんから。ご命令を報告いたします。先月の収支です。敵将を捕獲すと城が取り囲まれました。続けて進行作戦です。うわ、1万5000か兵が。これは強いな。
総力戦になりますね。ちょっとまだ早い。ありがとうございます。よし、ここが貴様らの地獄よ。敵将捕らえたり。結城秀康が死んだか。ご命令を報告いたします。先月の収支です。島正則攻めたいな。福島正則攻めたいけど兵数も多いな。前田うーん多い。上杉逆に潰せるんじゃないか。上杉非常に有能な家臣団抱えてますからね。そしたら軍団で止まった兵がいるとこがないな。名古屋城欲しいな。前田まずは やっぱりここだな。ただな兵力がちょっと整わないですよね。この辺はもう適当にやってます。この辺はもう全員投入しましょう。誰が捕らえられたの。城が取り囲まれました。柏崎城が落ちるぞこのままだと。
間に合うか。落ちるな。表情を始めます。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。一個軍団をですね廃止します。それがここですね。で代わりにですね、この軍団からは一軍団を全部解散しますか。で本拠をここ駿府に変えます。で逆に軍団を作りましょう。ちょっとね大きな軍団にします。と言ってもこれぐらいしか作れなかったか。まあしょうがないですね。でもう一個軍団作ります。で、それぞれに攻略の指示を出します。こんなとこですね。一方直轄になった場所なんですが、こんなとこでいいですか。問題は柏崎が持つかなんですよ。多分落ちるんだよな。おお、持ったか。なるほど。そしたら指示を出しましょう。進行の指示を出します。我が戦お見せしましょう。福島正則も強いな。勝てる気がしない。
回様子見ましょう。ご命令よ、先月の収支です。あ、落ちたんだね、やっぱ。上杉が滅ぼされますね、このままだと。ご命令よ、先月の収支です。報告いたす。この辺は抜かりなくやっておきましょう。どの軍団にも属してないのはどこだ。あ、こいつか。指示を出しましょう。進行の指示です。うわ、勝ち目は薄いな。ただ総力戦でもって敵を撃滅しましょう。出陣します。目的は敵の高岡城です。表彰を始めましょう。報告いたす。今できることはおそらくない。あるとすれば築城ですね。まあでもいいでしょう。
する。くそ、表彰を始めましょう。報告いたす。の収支です。徳川とは同盟を結んでおきたいですからね。兵糧をもらいました。先月の収支です。まず外交で、ガシガシやってきます。この辺りはね、もうガシガシやっていくしかないですから、ガシガシ、ガシ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 やっていきましょう。最前線になる可能性ありますからね。武将の数が足りないな。我が策お見せしましょう。やるとしようか。しましょう。徳川が参戦してきやがった。報告いたす。俺たちの狙いを報告いたす。分かっているかのような、そんな感じですね。天下に問う我が軍略を、我が戦お見せしましょう。承知いたしました。力を合わせよ。さすれば勝つ。包囲せよ。敵将捕らえました。
出陣するぞ。表情を始めましょう。久川とはまだ先月の終始です。まだか。承知いたしました。お任せください。出陣するぞ。止まれ。待機せよ。これはどこの部隊？徳川の部隊か。承知いたしました。表情を始めましょう。先月の終始です。さあ、なんとかしろ。敵を追い詰めます。あ、雪村しかいないだろう。交渉を始めましょう。報告いたす。報告いたす。門を破るのです。ご命令を報告いたす。雪村を一回駿府館に戻しましょう。で、軍団の編成で何としても落とせ。出陣します。よし、敵将は捕らえたり。交渉を始めましょう。先月の終始です。このままどんどん突っ込め。承知しました。止まれ。いざ戦場へ。
止まれ、出陣するぞ。待機しろ。待機せよ。米るよ。米がない。王国いたす。米を買いましょう。なんなりとお申しつけよ。毎度大きに。騎乗するぞ。戻ります。先月の終始です。2ヶ月の同盟を結んでおきましょう。で、合わせて工作で表彰を始めましょう。報告いたす。私がやろう。で、軍団には攻略の指示を出します。進行作戦ですね。まずは出るぞ。必ずや勝つ。出陣するぞ。さあどうなってるか。おめえるよ。報告いたす。報告いたす。大神もだいぶ勢力拡大してるな。逃げたければ逃げなさい。敵将捕獲しました。で、続けて進行の指示ですね。
告いたす。で、軍団をまた再編成しましょう。一旦全部おっとっとっと、なるほど、軍団を一回全部一回、消しましょう。これ何回やってんだって作業なんですけどね。理由はですね、金沢方面の軍団がちょっと新設する必要があるなっていうところがあったので、そのあたりをね加味して、やっていきたいと思います。で、攻略の指示は、で、こっちは前田です。で、直轄が増えた分ですね、そういうことか。ここは小さいけど軍団をもう一個作りましょうか。違う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 、で、攻略の指示で支援を直轄にします。 OK です。というところでね、ちょっと長くなってきましたので、今回はこれで終わりにしたいと思います。次回はですね、いよいよ前田と、あと最上上杉、この辺りを食っていくということをしていきたいと思います。ちなみに最後に、勢力図だけ見ときましょうか。島津、うわ、武将数54で13万、毛利武将数24で兵数が9万5千、で、長宗我部武将20で兵力8万、豊臣武将26で兵力3万、浮田はもう風前の灯火だな。そして石田13万、うわ半端ないな。徳川は武将数が84の兵力24万です。で、伊達上杉はどうしても取りたい。この武将21ってのは欲しいですね。で、我が真田が6万ですね。次の目標はここだ。ああ、もう風前の灯火だ。うわ、最上とやるのきついな。わかりました。まあそういうわけでね、次回頑張っていきたいと思います。